1番、2番、3番、ダッシュ4番、6番、5番です。スタートしました。サイアウト6コース5号艇武井が好タイミング、そして角から4号艇平川も伸ばしていきますが、先前は1号艇 中村、そして内側ついてくる3号艇、さらには4号艇平川まくり出し向こう上面に張ります。先頭ですが、ここは4号艇平川が2手審判リード。2番手から外1号艇中村、内側から2号艇落合が追走、後方5号艇3号艇6号艇なお9レース、スタートは正常です。一周にマーク先手を取っていく4号艇平川に、内側から2号艇落合、さばいてくるのは1号艇中村、ホームへと変わります。先頭3艇身リード4号艇平川、そして2番手こちらは1号艇2号艇並走、先頭は4号艇平川、そして2番手争い若干体勢緩いは1号艇中村、ここも外を行ったのは2号艇落合ですが、2番手ここで1号艇中村が単独、しかし立て直して外から判定審、再び並走としたのは2号艇落合となっています。2番手争い接戦状態、並走続いて最終コーナーへと移ります。先頭は4号艇平川、そして2番手1号艇中村に対して今度は差しを選択、2号艇落合ホーム側へと戻りますが、2番手争いわずかに外、1号艇が優勢か、まもなくゴールとなります。先頭は4番平川ゴールイン、2着は1番中村。体感面もある程度合ってるなっていう手応えはありましたか？今が一番良かったと思います。前半はもうすごい乗りづらかったし足もなかったので、はい、結構大幅に変えたんですけど、はい、今の状態が一番いいと思います。起こしてからスリット近辺まですごくスムーズで乗り心地もすごくいいので、もう全体的にバランス取れていいなって思います。これで自身3回目の優出となりましたけれども、はい、今年4月に初優出されたばかりで、はい、近況のリズム、そして調子というのはいかがでしょうか？まあ、徐々には良くなってるかなって思います。と明日優勝できるように頑張ります。応援お願いします。今日もポーズお願いいたします。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。インコース5、6コース1号艇、5号艇、6号艇この3艇好タイミング、1周の1マークです。先手は1号艇平山、2号艇西村、そしてさらには3号艇藤原はまくり出し、外から5号艇実森向こう上面に張ります。先頭争いですが、まくっていった5号艇実森若干優勢、一定心内側から接近は2号艇西村、外からは1号艇平山、内側から6号艇松尾が追走となっています。なお10レース、スタートは正常です。1周にマーク内側から6号艇松尾もかわしていく5号艇実森、ホーム側へと戻ります。先頭一気にリード5号艇実森美優、そして2番手争いですが3手の攻防、地元勢3人が並んでいます。わずかに2号艇西村優勢も、外から6号艇1号艇追走、レースは2周目1マークです。先頭は5号艇実森、そして2番手2号艇西村に外いた6号艇松を切り込んだのは1号艇平山、バックに張りますが、2番手若干リードは2号艇西村となっています。まくっての勝利、今のお気持ちいかがでしょうか？びっくりしました。びっくりしましたか？嬉しいです、はい、はい。もうまくるっていう感じでいきましたか？はい、もう、そのつもりで来ました。ここまで出るとは思ってなくて、はい、もうめちゃくちゃ出足が良かったです。あ、じゃあ思っている以上に良かった。あ、もうそうですね、初動の感じで、あ、失敗したなって思ったんですけど、はい、帰ってきてくれました。ただこの準優勝戦に向けて調整で大事にされた部分っていうのはありましたか？もう今節はもう乗り心地だけ求めてやってました。はい、初優勝できるように頑張ります。どうぞピースありがとうございました。ありがとうございました。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。インコースがトップスタート、1号艇森谷美穂となっています。確定1周の1マーク、インから速攻1号艇森谷、2号艇川野が差してくる、マクル3号艇尾野、内側ついてくるのは5号艇日高、向こう上面に張ります。先頭争いですが、1号艇森谷に対して内側からへさきをかけようと粘る2号艇川野ですが、一定し前に出たのは1号艇森谷、3番手は5号艇3号艇並走、スタートは正常となっています。一周にマークの先頭争い、1号艇森谷が先手、指してくるか2号艇川野ですが、リードを取ったのは先頭1号艇森谷美穂、そして2番手ですが2号艇川野に対して内がついていった5号艇日高、わずかに2停止、2号艇川野が2番手優勢、目下のところ1番、2番、5番でレースは2周目に入っています。もう全速で思い切って、はい、行きました。自分が持っている以上に握ってしまって、はい、ちょっと握りすぎてしまったなって
思ってます、はい、一瞬ね、あの2号艇の川野選手も指してきて、はいはい、でもそこからやっぱ振り切っていくような船足、そうですね、本当にもう足は問題なくすごくいいと思います。ここまで来たら、ね、節一って言ってもいいでしょうか。あ、もう本当にあの節一で言っていいと思います。そのエンジンに関しても、はい、今節はこう頼もしい相棒にはなってますか。そうですね、すごく頼もしくて、うん、はい、持って帰りたいぐらいです、はい、それぐらいってことですよね。はい、はい、エンジン信じて明日も一生懸命走ります。見ててください。ではポーズお願いします。森谷選手でした。ありがとうございました。